臨在義元は中国の東大の前奏。送り名は江正禅寺。属性は京。宗州南下県の出身。臨在州の海祖。彼の原稿は弟子の三聖年によって臨在六としてまとめられており、五六の王と称された。中国河北省政定権南上門内の臨在義元像中国河北省、石化宗主政定権にある臨在寺の仏塔。 臨在議限はここで臨在宗を開いた。20歳の時に出家し、議限と名乗る。当初は熱心に仏教学者の講義に出席して、戒律や教論を学ぶも道足りず、これら経典の勉強を再生の違法に過ぎないものと知るに至り、全集へ転校して大爆機運に指示、いわゆる大爆三打の起源で逮捕した。臨在は逮捕する以前、 ひたすら座禅の修行に励む日々を送っていた。三年ほど経ったある日、主座の和尚に、大幕老子に参禅して、教えを受けたことがあるかと尋ねられた。臨在は、何を尋ねたらよいかわかりませんので、参禅したこともありませんと答えると、主座和尚は、どうして、老子のところに行って、仏法の限界はどういうものかと尋ねないのかと言い、臨在は言われるままに、 大爆のところに参々したのだが、その質問も終わらぬうちに、大爆の三十棒を食らってしまった。シュザが、どうだったと尋ねたので、臨在が今の出来事をありのまま報告すると、シュザは、もう一度、同じ質問をして来いという。このようにして、三度、老子に参々して三度とも通報を食らった臨在は、もはや自分に善を探求する資格はなきものと絶望し、 大幕さ山を下ることを決意して、別れの挨拶のため大爆の元を訪れると、老子は、よそへ行ってはならぬ。ぜひとも、高安の灘に住んでいられる、大愚を嬢を訪ねるがよかろうと指示された。臨在は言われるがまま大愚の元を訪ね、一体私に落ち度があったのでしょうかと言った。すると大愚は、大爆は、まるで老婆が孫でも可愛がるようじゃないか。 お前のためにくたくたになるまで計らってくれているのに、その上わしのところまでやってきて、落ち度があったかどうかなどと聞くとは何事だと言った。臨在はこの大愚の一言で逮捕したのである。逮捕した臨在は大愚に向かって、なんだ、大爆の仏法と言ってもこんなわかりきったことなのかと、嘘吹いた。すぐに、大愚は臨在をひっつかんで、この寝召弁たれ小僧め。たった今、落ち度があったのでしょうか。 などと泣き言を言ったくせに、今度は、大幕の仏法は端的だなどという。一体何がわかったのださあ行ってみろ。さあ行ってみろ。と説いた。すると臨在は、大愚の脇腹を三発ばかり拳で殴り、本物だとわかった大愚は掴んだ手を突き放し、そなたの死は、大幕和尚だ。わしの知ったことではない。帰れ、帰れ、と言った。 臨在は再び大幕の元に戻って、ことの天末を報告すると、大幕は、何とかして、あいつに会って、今度一発お見舞いしてやりたいものだと言った。すると臨在は、やりたいものだもあるものか。今度と言わず、今すぐくらえ。というや、いなや、大幕の横面に思い切り平手打ちをくらわした。殴られた大幕は対象して、このきちがい目。よくもわしに向かって、 虎の髭を撫でるようなことをしおったな、と言った。臨在はすかさず、勝つ、と一括した。この一括に、大幕は、心から満足し、自社よ、この気違いを全道に連れて行けと言った。これが、大幕の因果の言葉だった。その後、臨在は、河北の有力軍閥である、茂の利府節土師、王将尉の帰憶を受け、魔女府の臨在院に住み、強化 アリススムをはじめとする多くの弟子を育て、北地に一大強戦を張り、その門流は後に臨在州と呼ばれるようになった。その州風は、場所同一に始まる甲州州の前風を究極まで押し進め、中国禅の頂点を極めた。その下風は、勝を多用する春烈な前風であり、徳山の坊王と並び称され、その激しさから臨在将軍とも例えられた。 867年1月10日、臨在は、弟子の三聖エネンを枕辺べに呼び、私が死んでも、消防現像を滅ぼしてはならないぞと述べ、エネンは、どうして、老子の消防現像を滅ぼしたりなどできましょうと、答えた。すると臨在は、では今後、人がお前に尋ねたならどう答えるのかと問うと、エネンは、勝つ、と一括した。臨在は、わしの消防現像が、 このバカ坊主のところで滅びてしまうとは、一体誰が知るであろうかと言い,い、そのまま単然として宣言されたとされている。古録として、臨在録が、弟子の三青年によってまとめられ、北総大に印刷されて、以降、広くる不死、古録の王と称されている。臨在録の勘弁編に登場する前奏のフ家は、逮捕したはずの臨在の上を行く存在として、重要な役割を演じている。 ただし、その原稿には異様なものが多く、風共像や新遺像の部類に属する。翌徳識素物。偽面前長方定税。学人心不及、貧乏危害。長瀬もとむ。雪球特者、改善も自名症。修復高津添い。小川太志流。東大禅の思想展開空に回帰する大爆の禅からすでに移ろなる臨在の禅へ19ページ。ありがとうございます。